ギター講師元シリアル TV ドラマ荒井弘樹です。よろしくお願いします。今日は生徒さん全員に集まってもらって合同練習でございます。自己紹介どうぞ。こんばんは、タカです。サッチョです。アヤです。はい、3、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は皆さんで集まって合同練習ということで、どうですか、生徒さん同士のコミュニケーションは。バッチリです。全然わかんないけど、はい、行こうか、はい、じゃあ今回のお題こちら。数えきれないほど楽してまた拾い集めないさ。エルレガーデンジターバグを弾こう、前編コード弾きでございます。早速弾いてみちゃいますか、はい、コードの方です。イントロの使用するコードがですね、 B F シャープ E っていうこの3コード使えばこのイントロ弾けます。で、押さえるポジションは、詳しいことは Facebook に載ってますので Facebook の動画を見て参照してください。つうわけでやってみますか。 B、F シャープ、E。 本家はで弾いてるんですけど、初心者の方にはちょっとこの、テンポ感はちょっと難しいと思うので、できる範囲でいいです。こんなんでもいいし、なんでもいいので、そういう感じで練習してみますか。はい、じゃあ何はともあれ振ってきますね、じゃあ。はい、タカ君、じゃあちょっとまず弾いてもらえますか。はい、うん、弾けてます。ありがとうございます。大丈夫だと思います。サッチョさん、行ってみますか。はい、おえー、ちょっとどうですか、バレーコード2個目のコードなんですけど、はい、人差し指をゴッと押さえて弾く、その F の壁にと呼ばれる押さえ方、はい、壁を今感じてますか。感じてます。感じてますか。非常に高い、非常に高い壁を、高い壁を。じゃあ、あやさん。お、どうですか、その F の壁、ちょっと抑えられてないみたいな音鳴ってますよね。お、最初はいいの、そんなもんで、はい、もう抑えられなくても、抑えられた感覚でやってるとだんだんその指が慣れてきて強くなってくるんで、はい、そのうち知らず知らず抑えられるようになるんで、はい、最初は気にせず練習してください、そのまんま。はい、じゃあ今回せっかく3人集まってるってことで、コードを一人一人に割り当てます。はい、はい、B、F シャープ、Eというコードを使ってるんですが、 B はじゃあね、サッチョさん、次バレーコード F シャープ、これまあ、F の壁を乗り越えたタカ君に担当してもらって、はい、頑張ります。で、 E をアヤさんにお願いしてですね、はい、皆さんで回してってください。はい、はい、ということでタカ君は相当こうパリッとしたギターの音になっておりますけどもですね、いかがでございましょうか。だんだんうずうずしてきた人はですね、今回コードの弾き方解説、ま、毎度のことながらですね、芋洗い坂レコードの Facebook 載ってますよ。ちょっとずつちょっとずつですけどもね、やっぱみんな弾けるようになっていく感じがだんだん伝わってきてますよね。ではここでさっきの続きオーバー。皆さんで回してってください。はい、はい、何はともあれちょっとやってみてどんな感じになるのか。はい、サッチョさん、タカ君、アヤさんの順で、じゃーん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 、はい、手拍子だけをじゃあしてあげるから皆さんでつないでってください。はい、弾くときに自分の名前ちょっと言ってもらっていいですか。サッチョです、タカです、アヤです、ちょっと、はい、ワン、エン、ツー、エン、ワン、ツー、スリー、フォー。
サッチョです。タカです。サッチョです。タカです。いいね、このくだらなさ。テンポ上げましょうか。はい、どんぐらいいけるかな。ちょっといっ1 and 2 and 1 2 3 4 はい、次自己紹介付き。いいね、マジくだらないっすね。つうわけで今日は皆さん合同練習でエルレガーデンジターバグを弾こう前編コード弾きでございました。前編があるということは後編がある。イエス。コード弾きではないとなると何なのか。今回のギター講座はこれにて終了。3はい。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。Listen to your soundtrack from Roppongi Hills 81.3 J-Way.